いや、いいよ。ていうか、だから、それがある時点でダメなんだよ。いや、俺は怖いですよ、なんか、やっぱ。だから、結局、裏の話がある時点でダメなんだよ。じゃ裏っていうか。わかるよ。だから、回ってないところの話したいことがあるんでしょ。そうそうそう。だから、それがある時点でダメなんだって。俺は絶対それあると思うよ。いや、俺めっちゃだって、いや、正直自分が呼んでるから、全然いいんだなっていうのはわかってるけど、でも、その中で、見ちゃうし、数字。だから、いやだから違う、あのね、リスナーが聞きたい話って、うん、配信に載せられない話を聞きたいの、本音を聞きたいのよ、うん、だからダメなんだよ、うん、わかる、ね、言いたいことは分かってる。いやだから今言おうとしたこと言えよ、うん、何を言おうとした。いやだから普通に俺言っていいんすかねっていう話っすよ、そこは。あーもう論外だよ、そう、うん、そう、うん、そうだからちょっとへらっちゃってちょっとへらっちゃって、サッカー買ってこい、うん、サッカー買ってこい、サッカー買ってこい。あ、へらりがひどいね。俺はヘラリが広いんですよ。はい、スカーレットいらっしゃい。ヘラリがすごいな。そう、ヘラリがすごいから俺は。ていうか、ここパンパンに腫れてんだけど俺。本当だ、すごいよね。え、なんなんですか、インフルのあれ。じゃあ俺ね、なんか調子悪くなるとここ腫れるんだよ、パンパンになるの。また木とかわけわかんない話してるんですか。多分酒だと思ういや、飲まなきゃいいじゃん。いや、だから飲まないって言ったんだけど、まあまあまあ飲んじゃう。じゃあ、行ってきます。ここパンパン、ここリンパ、そうリンパが腫れてる。行ってらっしゃい。詰まったな。来た。ちょうどいいタイミングで来た。もしもし。もしもし。あれ？もしもし。聞こえる？もしもし？ん？なんだろう。タイミングいいよね。なんだろう。通話相手のマイクに問題が発生したため通話が終了。来たよ、アッス。もしもし。ごめんなさい、なんか おかしかったみたいです。明けおめ。明けましておめでとうございます。今配信中なんだけど大丈夫ですか。あ、いいですよ。アッスンさ、ここだけの話なんだけど、うん、ここだけの話ね。ご配信中でここだけの話とかあるの。あるあるある、うん、アッスンね、うん、ワン太郎に惚れてるでしょ。あー、それはないな。え、ないの。ないえ、なんでなんで。ちょっと今配信もちょっと見てないんだけど、うん、ごめん、明日嘘でいいから、あの、うん、ある体にして話進めていい。あ、オッケー、はい、ちょっとやり直すね、はい、うん、ちょっと一回じゃあかけ直すから、うん、ある体でもう一回やり直すね、テイク2ね、はい、実はってことで、わかりました、うん、ね、オッケー、もう一回ね、はい、うん、はい、はい、はい、やり直します。はい、あ、もしもし、明けおめ。あ、明けましておめでとうございます。うん、今年もよろしくね、アッスン。あ、今年もよろしくお願いします。うん、あ、今配信中なんだけど大丈夫。あ、大丈夫ですよ。いやさ、俺ちょっとあの、うん、一個ちょっと気になることがあるんだけど、ほら俺彼女いるじゃん、うんで、彼女とワンタロウの配信見てたら、アッスンよく見てるじゃん。はい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 、はい、ぶっちゃけここだけだよ。アッスンさ、ワンタロウに惚れてるっしょ。うん、あ、いや、ぶっちゃけ今閲覧どんくらいですか。閲覧50人しかいないけど、まあ大丈夫だと思う、かぶってないから、うん、そうだよね、向こうね。そう、いや、まあ好きってっていうか、まあ、ちょっと、うん、まあ、ちょっと依存してる自分もいますね。あ、やっぱり、うん、やっぱりだ。俺も彼女も、あ、絶対アッスン、ワンタロウの子、ワンタロウ実は今いいんだよ。あ、そうなの。そうで、酒飲んでて、うん、そうで、ワンタロウ今酒買いに行ってるからちょうどいないから、すげえタイミングでかかってきたと思って、うんうん、ああ、なるほどなるほど。で、俺はさっき言ったの、電話かける前のタイミングで、う
そのワン太郎に、いや、すん、お前のことを惚れてると思うよって、絶対好きだと思うよっつったら、ワン太郎が、いや、あっすんさん付き合いたいっすって本気で言ってた。間違えた。あ、そうなんだ。嬉しいな。嬉しい。それ、両思い？それ、両思いじ両ゃん。思いだと思まだ、う。それ、両思いじゃん。だ、それ、両思いじゃんか。私とワンちゃん。付き合っちゃえよ。なんかね、よくね、なんかワン太郎さんとどういう関係なんですかとかよく言われるの。自分の枠にも、なんか、そういう人が来たこともあるし、なんかすごい勘違いしてる。でもやっぱ今日しかないよね、チャンスはだね。よね。で、ワン太郎帰ってきたら、ちょっと、2人で喋ってもらうことってできる？ それでいや、も、俺話したからって。アスンにさっきのこと話したら、ちょっとアスンから大事な話があるって、ワン太郎って振ってもいい？ワン太郎に。いや、で、私が気持ちを伝えればいいんだよそういうこね。とだよね。まだ分かったよ。それどう？アスいや、大丈夫だよ。大丈夫だよ。マジな話って、ちょっとここだけの話って できる？今ワン太日、改郎め結て構よ言うく、けど、つってね。改めて言うけど、私あんたのことずっと見てきてってね、その、ちょっとね、手紙風な感じで伝えた方がいいと思うんだ、俺。やっぱそうだよね。だってもうかれこれ1年ぐらい見てるし。そうだよね。やっぱそね、配信見るってことはね、異性として絶対惚れちゃうからね。う。そうだね。ね、いろんなエピソードを知ってるわけだから、アッスンは。まあいろいろありますよ。だからまじゃあ練習しようか。あ。はい。あれ、アッスンはさ、ワン太郎の、どの時に、あ、好きだなって気づいたの？自分が？やっぱ、私、ワン太郎のこと好きかもしれないって、気持ちで気づいたとき。前回、2回目の旅の時に、あいつ、2回旅してんの？ 北海道編の時に、北海道編の時に、まあ、その、テントでね、寝るのに慣れてなくて、で、怖いから、怖いから、その、キャスで配信をつけると。プワッチだったら延長料金がかかっちゃうから、まあ、キャスだったらみんなコイン投げればね、結構いけるんじゃないかっていうことで、つけるってなった時に、まあ、寝落ち配信したんですよ。で、その時に、まあ、その、私も端末が何個かあって、まあ、ワン太郎の枠を iPad で垂れ流しで、他の枠を見てて、でも最後切れる時に、お休みって一言打った時に、あ、私もうこんなつまらんね配信をね、4時間見た時に、あ、好好ききななんのかだっなって。思ったんだけど、向こうも次の日言ってた。ちょっとアッスン最後までいたんだねって言ってたから、その時に相思相愛になっちゃったのかな、じゃっていうかね、ワン太郎は結構ね、ガチで惚れてるから。いや、じゃなくて、これ、ちょっとね、ほんと取り返しがつかないぐらい傷つけるかもしれないんだけど、俺はワン太郎信じてるから、やっぱり、配信者として次のステージに行くためには、やっぱ乗り越えないといけない試練だと思うから、ちょっと、本気で、まあ、2週間ぐらいちょっと泳がしていただきたいよね。ネタバレはコラボいじゃや、なネかっタバたらレいいコかラな。ボとかじゃなくて、ずーっと引っ張ってほしいよね。今、ほら、流行りだから、カップル配信って。あ、そっか。そう、流行りだから。いや、流行りだよね。もうキャスでもさ、でももう一人は昇進って言って、無通知でやってたけどね。私が推してる人はね、今、昇進でコンビニに金、酒買って飲んでるわ。振られたって。なんか3日前ぐらいまでカップル配信してて、打倒宇宙ニュース言うとったんやけどな。ちなみに、リアルな話、ワン太郎がガチで告ってきたら、ありなの？なしなの？いや、これは、テイはどけていいのかな？今解いていい。じゃあ、無理ですね。え、その、なんか、もう本当に子供いないんだけど、子供はいないんだけど、息子みたいに思ってんだもうなんか本当、甥っ子がいるから、甥っ子みたいな感じ？
ちゃんとできるの？演技できるの？大丈夫？いや、まあ、全然多分できると思う、ね。全然大丈夫。全然大丈夫。うん、任せるよ。わかった。ワン太郎は酔っ払ってるし、結構ありだと思ってるから。うんうんうん、うん、うん。よし。期待大だなぁ。あいつ配信見てないかな？ん？見てないよね。多分酔ってるんだったら。あ。うん。いや、だから配信見てて、乗っかってきたら天才だよね。うん、配信者としてね。まあね、まあ、そうだね。そういうことだよね。うん、そうか、携帯持ってったのか。うん、でも見てないと思う。そうだね。大丈夫だね。うん。うん、いや、あの、Wi-Fi 環境じゃないときは通知切ってる言ってたもんね。あ、そう。うん、じゃあ行けるよ。うん。いや、楽しみだな。ワンタロどんなリアクションするんだろうな。結構ガチなトーンで行ける？いや、ガチのトーンでいける。うん、オッケー。うん。やべえ、楽しみだな。ちょっと待って、俺、携帯でその音声聞きたいから、ちょっと用意するわ。このヘッドホンをあいつに渡すから、ちょっと待って、携帯どこか。ちょっと待ってね、俺、これ見るわ、この放送。アッスンがどれくらいな感じ出すのかとか、ワンタロウのリアクションとか見てえから。いやー、こう、やっぱね、プレゼント、配信者はネタをプレゼントしていかないとね、やっぱね。そうだね。そうそうそう。自分の。今日、まあ、へこんでたことだしね。超減らってる、減らってるから。うん。エロイプ要求されてきたら、ちょっと引っ張ってね。うん。うん、わかった。うん。それを俺にすぐ報告して。あ、それはもうすぐね、うん、エロイプ来たけどどうすればいいワードって言ってくれれば俺が指示出すから。うん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 。万太郎エロイプ要求するはずだから絶対。そうなの。1週間ぐらい経ったらエロイプを要求してくるから。そうなの。そうそう、それは初耳だわ。う、うん、あし、もう帰ってこねえなあいつ。大丈夫、あいつ迷子なってんじゃない。いや、一回ねコンビニ行ったから大丈夫だと思う。結構酔ってんだ。結構、ワンタロウ。いや、なんか寝てないらしくて疲れてるっぽいんだよね。うん。炎上もしちゃったしね、今日。大丈夫？これ本当の恋に発展したら爆笑するよ、俺。いや、ないね。ない。大丈夫、うん、大丈夫だね。うん。え、でも、本気で好きになって苦しくなんない結構結構ガチでアッスンありな感じだったけど。でもそれは、うん、多分そのた私のその推理上ね、うん、そのま、もう、うん、もし本当にありと思ってるんだったんだ、うん、バンタロウが、うんうん、ただそのいっぱいいる中の一人として悪くないなぐらいだと思うんだけど。ああ、本気、あ、うん、まあまあそうだよね。うんうんうん、うん、そのもしそうなった場合でもありだなっていう感じだよね。ありだなっていうぐらいの感覚じゃないかな、はいはいはい、そのガチでめちゃ好きですとかはないと思うんで。そう、それで合ってると思う。それで合ってると思う。うん、うん、そう。いや、わかんない、本気になっちゃうかもしれないよ、二人とも。いや、まあだから私が抱けば本気になるかもしれない自信あり。いや、抱けばテクニックに自信あるの。あれ、そう、筆で、ワンタロウとはさ、ワンタロウをキャンパスにして筆で絵を描き始めるんぞ。そういう配信しだしたときはもう察してね。お察して。わかったわ、うん、察するわいや、なんか面白いな、それ。どうなるんだろう。いや、超楽しみだなワンタロウいじるの好きよね。大好き。いじりがいある。ここカップル好きよね、ワンタロウいじるの。ワンタロウ。来た、帰ってきた。帰ってきた。うん、ああ、そうなんだ。うん、いや、分かったよ、アッスン。うん。アッスンの気持ち、あ、帰ってきた、帰ってきた、ちょうど。アッスンの気持ち分かったから。タイミング良かったね。タイミング良かったね。ワンタロウ。はい。ワンタロウ、ちょっと来て。帰ってきた。うん。座って。はい。ちょっと、あの、大事な話あるから、はい、噛んでよ。あったけ。おかえりちょっと待って、今、枠開くから、うん、俺も聞きたいから。相手誰だか分かる？おかえり、はっさん。
うん。お帰り。うん。いや、あんたなんかメガネ曇ってない？マイクここね。ちょっと待って、うん。ちょ、待って待って、全然、何？ずっと撮っちゃん。いや、撮っていうか、まあ、ワンタロっていうか、もう表立っては全くその、言ってなかったんだけど、まあ、もともと個人、で、LINE は交換してたのよ、ワードとは。あ、そうなん？そう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 。いや、なんか、で、なんか、チャットみたいに見たら分かったけどさ。うん。で、うん。まあ、地味に、ちょっと、まあ、ね、ワードにも、ちょっと前に一瞬、ちょっと相談してた時もあったんだけど。うん。いや、なんか、まあ、その、で、相談したら、まあ、まあ、話してみれば、みたいな。でも、まあ、こそこそするぐらいだったら、配信上で、せっかく今日俺のとこ来てるし、まあ、アッスンがいいんだったら、話してみなって言われて、この場をもらったんだけど。うん。で、なんか、ちょっとやっぱ、なんか、こう、乱して長いから、ワン太郎のことを。うん。まあね、なんかもう、今11月だから、うんうん、うん。1年か。まあ大体1年だね。そう。だけど、うん、まあその、まあ、ちょっと少し前から気づいてたけど、うん、なんかまあ、ちょっと気になる存在だなって。え？だから、なんか、万太郎のことで泣いたりとか、なんか一生懸命になったりとか、する自分がなんでなんだろうって思ってて、うん、で、まあ、ちょこちょこすごく和道にずっと相談してたの。他の人に相談すると、誰かと繋がって漏れるのも嫌だったから、まあ、あんまりみんなが絡みがない和道とか、うん、まあ、そこにたまにノリコピーとかに聞いてもらってたのよ。なんでわざわざに聞いてんの？いや、だから、まあ、ワードとは別にその、たまたまなんか違うことで連絡取ってて、LINE のやりとりで、うん。で、まあ、アッスーもよくワンタロの枠にいるよね、と。で、そんなに、うん、あ、まあ、結構見てますね、みたいな、うん。うん。で、それから、まあ、そういう話になって、うん。そしたら、まあ、じゃあ、ちょっとここで話してみない？ってさっきちょっと先にね、うん、個人の LINE が来たから、うん、配信中でいいんだったらアッスも伝えてみたらって言われて、でも私は配信中でもまあいいけ、うん、ちゃんと伝えた方がいいかなって。俺、うん、いや俺はなんか正直なんかもう配信ありきな関係じゃない、もう一線超えたいみたいな、あるよ。うん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 。いやいや、そういう意味で捉えたらなんか離れちゃうからあれだけど、うん。ぶっちゃけでもなんか、うわ、なんかめっちゃいいな、みたいな。こういう人がいたらいいな、みたいな。うんうんうん。あると思ったらいいな、みたいな、ね。うん。では、なんかさっきね、配信で和道さんとなんか言ってたんだよ。うん。アッスンのことどう思うのみたいな。うん。うんうんうん。で、思って、いや、ぶっちゃけでもなんか、ずっともう一年間、うん。まあ、その配信で生きてきてさ、ずっとサポートしてくれたから、うん。正直もう悪いとこもいいとこも見てもらってるから、うん。いや、めっちゃ、まあ、なんか、いや、そんだったらなんか付き合いかな、みたいな話はしてたの。で、なんか、さっきトツかけたんでしょ。だからトツ帰ってきたんでしょ多分。そうそうそう。まあ、それもあるけど、あまあ、少しそれをね、和道だけ本当に言ってたの。誰にも言ってなくて。うんうん、誰にも、本当に一番仲いいネットの友達ですら、うん、ワン太郎のことをそう思ってるってことがなんか言えなくて。正直に。だけど、やっぱり、そう思ってる、万太郎が怖くてね、配信してた時も、うん、やっぱずっと見てた自分がいたなと思って。ああ、あの、あれか。
キャスでね、あ私一人だけ見てた時があったなって思って、うん、だから、うん、まあ自分もそういう気持ちなのかなと思って、でも隠すことじゃないからって言われて、うんうん、まあそうだよね、別にお互い、そう、結婚してるわけでもないし、うん、だね、俺独身だね、そう、だから別に隠すことでもなく、うん、どっちかになんかワン太郎がどうとかないから、うん、別にそれ、うん、アッスンがいいんだったら言ってみればっていうことで、うん、じゃあ言ってみますっていうことだったんだよね、うん、じゃあ言ってみますって、ちゃんと言えよ、自分の気持ちちゃんと伝えよ。いや、俺は別になんか、いやなんか、ネットとかじゃないけどさ、うん、いや、アースマリいいな、みたいな、いう話は知ってたんだけど、うん。俺はなんか、こういう付き合い方わかんないけどさ、はっきり言えよ。なんか、いや、ぶっちゃけアスのこと、まあ男だろ、好きなんだよね、うん、いやいや、ま、違うマジでちょっとこれは本当に、うん、いや、もう和道さん抜きにして、うん、マジで好きなんだよね、うん、いや、なんかもうこう面倒見っていうかね、なんかまあ、ね、俺の枠だわ、うん、いや、いいんすよ。いいんすよ。いいんすよ。うんうん。いや、だからちゃんと、うん、女に言わせるなっつうの。いや、いいよ。え、じゃあ俺はもう言いたいこと言ってるだけだから。アッスン、いや、俺正直、俺でもアッスン。聞いて、ワンタロ聞いて、ワンタロ聞け。いい、いい。アッスンで何回女にしたのか言えよ。何回したの？ぶっちゃけ一回はあるわ。うん。うん。いや、ただ私はそのたくさんいる中の、うん、まあ、一人で、まあ、あわよくばって感じで見られてたのかな。いや、それはない。それは、いや、じゃあ、あー、もう、あと、ね。うん。うん、いや、別にそういうつもりはない。うん、俺、ぶっちゃけアッスンが、うん、アスしかいないと思ってたから、うん、うん、まあ、囲いさんも必要だけど、でもアスさんがいなかったらもうこう俺配信成り立ってなかった部分あるから、うん、ぶっちゃけアスいなかったら、うん、マジで、いや、ってか、まあ、うん、まあ、ぶっちゃけね、うん、いや、ぶっちゃけアスん、アスの方好きだよ、うん、好きだよ、うん、うん、ありがとう、いや、ありがとうじゃなくて、うん、え、どうなん、いや、だから私もそれに気づいたから伝えた方がいいのかなって思ってた、え、お前どうしたの、いや、だから女に言わせんだよ、え？ん？何話してたんですか？いや、わかんないけど。わかんない。いや、俺は、え、じゃあ、いや、ぶっちゃけハスと付き合いたいよ。うん。え、じゃあ、俺と付き合ってくれよ。いや、いいよ。ネットでいいよ。ネットだけど、ネットガチだよ。ネットガチ。ネットガチ。で、付き合いたい。そうだね。いや、お互いガチだと思う。マジで？うん。マジで言ってんの？うん。やったじゃん。え、マジで言ってんの？いや、だから、そろそろ石川にね、会いに行った方がいいのかなとか考えてたし、うん、すごく考えてた。うん、いや、来なよ。いや、もう、いや、なんか LINE ツアーだけじゃなんか
ねうえ、もう満足できないよ。え、ちょ、待って、どういうこと？LINE 通話じゃ我慢できないってどういうこと？いや、じゃあやっぱ会いたいじゃないですか。あ、生身をね、生身を確認したい。いや、やっぱ、いや、別になんか生身がクソブスでも俺は愛せるわ。あ、そう？いや、マジで。でもやっぱさ、インドに行ったりとかもするから、すごい考えてたの。いや、アッスンのどこが好きって言われたら、面倒見いいとこだよね。で、てか、なんか信頼、1年分の信頼がね、強い。それプラス、まあ、声。ありがとう。声。アッスン、声かわいいもんな。ありがとう。あとはなんかあの冗談交じりだけど、あの冗談で言ってんのお前、お前アッスンの気持ち考えろよ。お前冗談で言ってんのか。いや冗談じゃないですけど、でも俺はいやマジで、いやもう全部タイプ。ありがとう。だからそう思ってくれててよかった、だから本当に話してよかったと思ってる。え、何じゃ付き合ってくれんの？でもまだ会ったことなくて、ここから始めて後々会うっていうことだったら、ことでいいんだったら、じゃあだけど、ワンタロウもやっぱり配信してるし、いや、俺は好きだよ。見てる人もいるから。いや、俺好きだよ。なんかこんな大丈夫なのかなとか。いや、いいよ、配信さんでお前のこと好きな人いたらどう？いねえ！いねえ！いや、むしろ賛成してくれるよ。きっと。いや、そんな、いや、いいよ。俺、だって俺の人間を好きになってくれたんでしょ、アッスンは。そうだよ。いやまあ俺あんまでもあっすんでオナニーしたこと何回あるの？1回。1回だけなの？どんなオナニーしたの？あっすんがあのバニーガールのコスプレしてた画像を写真で配信で使った時に俺スクショして、そのスクショ今ある？あの自分が家になって消しました。 家にあるの？え？今携帯電話にないの？携帯ない。なんで携帯に今度送ってくんね。いやダメっすよ。なんでだろう。ダメだよ。そうだよな、お前の女だもんな。お前ダメだって。え、てかいるじゃん。そうだな、そうだな、悪かった。俺だからまあいつかさ、これキューピッドしてくれたさ、ワードとノンタンと、え、てか全然読めねえんだけどさ。え、全然マジ読めないんだけど。え、どういうこと？え、読むって何？逆に。え、違う、読めないっていうかさ、え、なんなの？え、お前が読めたことあんのかよ。お前が読めたことあんのかよ、一回でも。はい。ないだろう。いや、そう、まあ、これもうざいから。え、違う、マジで。え、なんなん？だから、本気で言ってるのに読めるとか言うからでしょ？え、違う、マジ、どういうことなん？え、違う、マジわかんねえんだよ。いや、違う、本当にわかんない。え、何？え、マジなの？いや、今日みたいなさ、いういたずらなことは冗談でできるけど、こんなこと冗談でできないでしょ。まあ、だから冗談って思って、いや、俺、いや、じゃあ、俺、じゃあ、もういい、俺、マジで好きだからね。え、俺、マジで好きだから。いや、俺、マジで、いや、愛してるっていう気持ちは分かんないよ、まだ。若いから、え、でも愛してるって言えそうだなっていう相手見つけたかもしれない。それすごいことだよ。いや、お前だよ。ありがとう。え、どうなん？レスポンス返ってきてねえけど。でもどうなん？いや、だから私は自分の気持ち伝えたじゃん。あ、気になってんの？え、じゃもう、だから好きだよって言ってるじゃん。
好きなん？いやだから好きだから、うん、だよって言ってんだけど、うん、さっきから、え、そう、伝わってなかったかな。あ、ネタじゃなかったの？え、マジで言ってんの？いや私さ、そのこんな風にさ、え、なんかあ、わかった、もう言わなくていい。もう、え、じゃあマジで、マジで俺と付き合う気あんだな。うん、マジだ。あすんっていくつだ？私33だよ。全然いけるよ。あ、もう一番いい時だよ、プリプリだよ。いや、いいよ。俺、ネット、いや、いいよ。アッスンが会うまで、ちゃんと待つわ。うん。え、でも俺は付き合うわ。あ、いや、付き合おう。うん。付き合う。じゃ、毎日、私、おはようの LINE もするね。いや、俺からするよ。待ってる。え？お前からすんの？おい、俺からす、え、俺からしますよ。え？いや、待ってる。お前からす。え、マジで言ってんの？マーチ、ありがとう。え、マジで言ってんの？え、マジで？うん。え、ま、いや、俺ネットで付き合うノリがわかんないんだけどさ。いや、私もね、いや、でも俺気持ち的にはすげえ強えんだよ。ネット恋愛はさ、うん、したことないから、うん、本当にわかんなくて。いや、アットとかつけなくていいからね。え、それはお互いね、ちょっとやっぱ邪魔者になるかもしれないから、うん、まあ、その配信とかは今まで通りでいいと思うんだよ。うんうん、いや、もう、うん、伏せるよ。いや、まあ、もうここ80人見てるから、まあ、知ってる人もね、いると思うから聞かれたら言うよね。でも私は聞かれたら言うスタンス、うん、いや俺も言うスタンス、言うスタンス、うん、隠しちゃうと変になっちゃうし、うん、やっぱ堂々としてた方がいいと思うんだよ、うん、そういうとこはね。ピエありがとう、うん、え、じゃあマジで付き合っ、え、マジで？そうだね。え、いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、まず何したい？アッセント、まず何したい？え、ちょっと、いやー、でもとりあえず LINE 通話したいですね。ちょっとマジで、ちょっと個人的に、いや、マジ、いや、ちょっとこれネタかもしんないから、うん、やっぱ配信者だからそうやってさ、いやいやいや、だって正直、いやいや、正直疑い深いよ。だってワドだよ、ワドさんと話やっててから、俺だからね。ただ、うん、私はそのあれじゃんか、うん、その私に対してワドがそういうなんかネタにしようとか、うん、私には言わないと思うんだよ、うん、それワンタロウにふっかけたとしても、私にアンスンちょっとネタをしようよとか言っても多分私が、いやーって言うの分かってると思うから、多分そこは、うん、そういうネタは多分振ってこないと思うんだよ、ワードもね。だって今までそんなこと本当にないし、ちょっとワンタロウこうしたいからアッスンちょっとこうしてよとか言うのもないしね、今まで、うん、まあそうね、まあ現にそうだったら今日も一緒に手組んでたし、じゃあワードも入れてもうもっと壮大なスケールにしようかとかなってたと思うしね、うん、マジか。いや、そうでしょ。だって面白くしたいんだったら今日のさ、あのネタだってワードとかみんなひっくるめた方が面白かったでしょ。だね。うん。だけどそれ一回ネタしちゃうと、うん、ずっとなんかネタみたいになっちゃうじゃん、ワードと私も、うん。だからそういうネタとしては使いたくないじゃん、そういう。明日は、明日？はい。明日。聞いて、明日。はい。あ、明日はオナに何回したの、ワンタロウで。私は17回ぐらいかな。マジで言ってんの？そうだね、17回ぐらいかな。1年間ででしょ？まあ年間だね。年間でやっぱその好きと確認、うん、確信してからはやっぱ増えるよね、回数が増えるな。
だからまあ逆にワン太郎が1回ぐらいって言ったのはちょっとね気持ちの温度差があるのかなとは思ったんだけどね。いや、うん、悪いなと思って。え、マジで言ってんの？うん、うん、うわ、わかった。え、こ、え、マジでこれは、え、ちょちょちょ、え、いや、え、な、なんなんすかこれ。なになんなんすかって。だから、アッスンが前から、うん、いや、ワン太郎のこと好きかもしれないって言ってたから。あ、ずっと振りだったんですか、うん、あ、俺がずっと聞く。いや、だから今日、うん、あ、聞いてたんですか。そうそうそう、うん、いや、アッスンのことどう思ってんのか聞いてくれって言われてたから、あ、じゃあ聞いてみようかっつって、いや、いい人っすねって言って、付き合えたら素敵っすねって言ってたから、うん、いや、アッスン、ワン太郎がさって言って気持ち伝えた方がいいんじゃないっつって、うん、だから私もさ、独占欲が強いタイプだから。いや、いいよ、あの、いや、いいよ、独占欲が強いタイプだから。いや、お前の虜になっていいわ。ん？いや、いいよ。いや、俺、アッスン虜だっていいわ、お、マジで。そう？うん。いや、でも、配信邪魔しないでね。それはしない。うん。いつも通りでよろしくね。うんうんうん。マジで付き合ってくれよ。うん。え、よろしく。よろしくお願いします。なんで？今のキモいわ。いや、待って。え、マジで言ってん？え、マジで？え、わかった、うん、うん。いや、タバコ吸ってる暇ねえから。あ、すいません。気持ち悪いな、こいつ。え、なんか、気持ち悪いとかじゃない。いや、マジで、あ、わかった、わかった。え、いや、マジよ。いやいや、気持ち伝わったわ。うん。え、マジか。いや、俺、わかった。アッスンと変わってもらっていいじゃん。じゃ、わかった、うん。うん。いや。じゃあ、アッスンマジあと LINE するわ。うん。あ、アッスン、はーい、よかったじゃん。ありがとね、ワロ、うん、うん、いや、とんでもない。なんかよかったよ。俺もワン太郎かわいいしさ、うん、なんか俺がさ、うん、初めてさ、ほら、ふわっち来た時、うん、アッスンがいろいろ教えてくれたから、うん、なんかさ、うん、こうやってなんかこう、二人が結ばれて、うん、いや、私もそう、なんか見てる配信者同士が、あ、大丈夫だよ。今ワン太郎に聞こえてないから、うん、アッスンの声大丈夫だよ。あ、そう、うん、いや、もう死ぬほど笑いそうだったんだけど、うん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 、いや、わかるよ。そういう、わかるわかる、うん、そういうもんだよ、うん、もう死ぬかと思ったんだけど、うんうんうん、いや、でも嬉しいんじゃん。よかったんだ、すげえ笑ってるよ、うん、嬉しそうだよ、うん、いや、私も PC で音消しては見てるわ。あ、そうなんだ。いや、こんな笑顔でね、うん、うん、久しぶり見たわ。うんうんうん、うん、そう、だから、うん、マジマジ最高っす。最高だよな。あ、うん、よかったじゃん。 な、うん、なんかいい一年になりそうだわ。そうだね、うん、いや、二、うん、人にとってね、うん、もう言いたいこと言って、あの、今もうさ、あれだから、どんどん言って、言いたいこと。いや、マジで、本当に、うん、これガチで毎日 LINE 来たらマジで、無理だし、うんうんうん。そうだよね、嬉しいよね、毎日 LINE 来たらな。そうそうそう。もっと、もう、どうだったの？こう、実際に話してみてさ。いや、お前、一回したんかいと思ったわ。お前、一回使ったんかいと思った。いや、だから、それくらい好きだってことでしょ。うん。それくらい好きだってことでしょ。うん、いや、まあ、そうだけど。うん。だけど多分今北の人でガチで信じてる人もいるよ。、うん、いやー、でもね、よかったよかった、本当に。そうだね、うんうん、いやー、結ばれたね。いや、結ばれちゃったよ。だからこれ、あの、一応あのね、逐一ね、うんうん、あの、報告はね、させてもらうわ。あ、オッケーオッケー、何でも相談して。もしこいつが裏切るようなことやったら、あの、あれだから、うん、あ、じゃあそろそろ切るわ。うん、わかった。うん、じゃあお幸せに。はい、ありがとう。ありがとうね。ごめんね、朝から。今年もよろしく。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。おめでとう。おめでとう。明日のこと幸せにできんの？いや、はい。いや、俺はマジで、うん、いや、嬉しいってか、俺は、うん、俺は、え、てか、
や、酔ってるとか関係ないですけど、うん、マジで嬉しいですよ。え、だってやっぱ一番応援してくれてる人が一番好きな人って、うん、クソ幸せじゃないですか。うん、うん、嬉しい。え、マジで嬉しいですよ。え、なに、ぶっちゃけた話、どれくらい前から好きだったの？俺マジでぶっちゃけ異性として意識し始めたのいつぐらい？異性ですか？いや、女性としていいなって思ったの。いや、でも俺もう半年前ぐらいから。あ、そんな前から結構気になってたの？え、可愛いなと思って。うん。え、でもやばい、ありがとう。わあ、ありがとう、アッスン。え、ちょ、マジで、ちょ、後で LINE するわ。うん、幸せにしてやるよ。うん、お前がインドに行ってる間、明日に一人だよ。いや、待ってくれますよ、こいつは。うん、うん、おめでとう、明日。いや、マジで、マジか。うん、カップル配信とかデート配信とかしちゃえばいいじゃん。はい。え、でも、いや、そんなあれ見たことないかわかんないですけど、うん、やってみますね。うん、いや、いいな。俺アスンね、顔見たことないから、うん、わかんないけど、なんかアスンの写メとかない？写メ一応ありますよ、見せて。アスンあれだよね、配信で顔出しはしてないんだよね。顔出ししてないですね。してないよね、はい。え、なに、そんなもう写メ交換する仲の？いや、あの写メ、うん、写メをスクショしました。写メ送られてきたのスクショしたの？お前、いや、写メの配信やってたじゃないですか。うん、それをスクショしました。うん、うん、いや、でもなんかあんまそんな写りそんな良くないですね。写り良くないんだ。はい、でも俺は好きっすね。花火もありがとう。うん、え、でもこれこう後悔しちゃまずいんじゃないですか？じゃあこう見せねえよ、リスナーさんには。俺が見たいんだよ。あ、マジですか？俺アスンの顔見たことないから。わかりました。ちょっと待ってくださいね、今探してます。うん、はい、いや、すぐ探せるはずなんですけど、うん、ちょっとなんかゆっくりしてるから、ツイッターの、うん、結構前。いや、ずっと前から持ってます。うん、大切に保存してたんだ。本当に保存してます、うん、これだってこれもう一生ないなと思ったから、うん、もうずっとスクショしてますね。え、お前 ED なの？え、お前勃起不全なの？ない、ない、そんなことないっすよ。あ、大丈夫。はい、びっくりした。え、だってアスンのこと考えてます。何、アスンのこと？アスンって女にしてんの？え、したことないっす。うん、これこれ、いや、これがギリ。あ、かわいいじゃん。うん、いや、ほくろかわいくないですか？ほくろかわいいね、アス。はい、俺が思ってたタイプと違うんだけど、アス。ショートカットっす。ショートカットだね。うん、飲んだんちょっと似てる。ちょっと似てるね。うん、あ、アス、こういう系なんだ。そう、そういう系。美人じゃん。いや、美人っすよ。うん。でも、男の扱いうまいから、ちょっと怖いっす。あ、ちょっと遊び慣れてる感じするよね。そうそうそう。うん。あすんこういう感じなんだ。そう、あ、意外と意外だった、うん、ちょっと全然イメージと違った。ためぐらい、もう、うん、いや、俺より上だから、あすん。あ、ほわ、俺31だもん。あ、じゃあ1個上これ。うん、うん、いや、普通に美人だわ。普通に美人だけど、うん、なんかあすんの声とかその絵を描くっていうキャラクターからすると、なんかふわふわ系の女の子をイメージするじゃん。うん、わかる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 。配信見てたね。そうそうそう、ふわふわ系な感じすると思ったら、うん、めっちゃかっこいい系だったね。そう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 。なんかイケてるギャル、そう、イケてる、イケてるよ、イケてるお姉さんだった。え、だからすげえ不安だったの。わかる、わかる。うん、うん、そう、うん、俺マジでこれ付き合えない。フェラチオクイーンなの。え、マジされてえわ。もう俺だって俺の彼女でって言っていいんすよね。いや、お前の女だよ。じゃあ俺の女っすよ。年上の女付き合ったことあんの？ないないんすよ。だから怖いんすよ。セックス何回したことあんの？いや、何回？いや、あの、あれですね、一人一回と数えてですよね。そうだよ。いや、俺10回も行かないですかね。
10人ってこと？10人ぐらいっすね。でもアッスンタイプ初めてっすね。どんな系だったの今まで？今までためとか。あ、同い年とか。うん、そう、その系統が強かったですね。いや、アッスン系統いないです。それだけ、いや、なんか、いや、思いが強い部分ありますよ。え、ネットで付き合ってどうなんすか、結局。のんたんとだって会うときどうだったんですか、初リアドって。いや、オフ会。いや、でも絶対美人だと思うよ、これ。いや、美人ですよ、美人ですよ。もう一回見せて。いや、美人でしょ、美形でしょ、これ。いや、美人ですよ。多分、俺も見たことない、これ。いや、美人でしょ、これ。そう。これ美人だよ。うん。まつげすげえ長いじゃん。え、どれ？ここは。まつげこの辺まであるよ。あ、ほんとや。うん。まつげこんなんだから。まつげ、ああ、サングラスにまつげ当たってるから。誰かと歩いてますよ。男と歩いてる。サングラスに。じゃ、ダメだね。何やってんだよ、お前。さらすな。でも完全にサングラスに男映ってる。え、待って、サングラスアップしちゃう。男とデートしてるね。なんかトンボみたいなサングラスの斜面なんだけど、サングラスピーンって 目アップにしたらここに男がいるんだよ。いや、まあ、大丈夫大丈夫大丈夫。いいんだよ、ヤリマンぐらいが一番いいよ、お前には。うん、お前にはヤリマンぐらいがいい。いや、まあいいよ。え、マジか。え、じゃあ俺今気づいたからね。いや、大丈夫だよ、二股ぐらいされろ。いや、はい。じゃあそろそろ枠終わるか。うん、そうだね。アッスンとワンタロウがカップルになったところで、今の写メ送ってよ、ちょっとアッスン。今の写メ見たいでしょ。おい、見たい見たいでしょ。アッスン、今の漏れてる写メ送ってよ。漏れてるやつ、うん、そう、漏れてるやつ、そう、漏れてるやつ送ってよ。うん、俺の彼女なんだからいいだろな。あ、お前も新写メ送ってやるよ。お前もいや、チンコ取って。俺チンコ取ってきて。そうだよ、ネットなんだから。はい、チンコあれで大きくしてからだよ。はい、そこなら大丈夫、そこでいいよ。うん、そこでチンコをこいて。いや、いい、大丈夫だよ、チンコでかくしてこいよ。すっぴんでいいよ。はい、すっぴんでいいよ、アス。今ワンタロウがチンコの斜面行くから。すごけよ。俺には見せろ。俺には見せろ、チンコ。ちょっと俺にチンコ見せろ。チンコ見せろ。え？俺にチンコ見せろ。お前、俺がアッスンとお前繋いだんだから、お前のチンコぐらい。いや、俺、でも今、ちょっとソフトな感じで。いいよいいよ、ソフトな感じ。絶対こっちは映すなよ。はい。いや、俺、すげえソフトな感じ。なんだよ、お前、これダメ。これダメだ、これ。新車ちゃんとチンコ取らないと。彼女、お前、彼女舐めてんの？うん、チンコ、バッチリパシャッとって。わかりました、はい。取れた？今カシャーじゃねえ。大丈夫ですかね。どれどれどれ、大丈夫かどうか。ああ、いい感じですね。どれどれ、これいい感じですよ、これ。あ、いい感じ。あ、はい。ブレてんな。じゃあ俺が取ってやるから。あ、分かりました。その向こう行って。はい、ちょっと待って、カメラちょっとどうやってやるんだ。カメラ、ちょっと待って。じゃあこっち向けよ。マジで言っていいですか？マジで。うん、でっか。ちょっと脱いで。え、なんすか？でかいな、お前。でっか。でっか、これ。ちょっと、ちょっと。いや、向かない方がいい。向かない方がかっこいいから。おぉ、いいね。ちょっと待って。うん、ちょっと待って。いくよ。よし。大丈夫かね。ちょっとパンツ上げて。はい、上げました。ちょっと見せてもらっていいですか。これ送ろう、これ送ろう。いい、今送る。マジっすか。これ、いや、彼女だから、彼女から今来るから。まあ大丈夫かね。うん、でっけえ。わかりました。
でけえこいつ。マジ置くんすか。置くろ。よ。はい。わかりました。でけえなお前。あれなんす、うん、これもう多分一生これ多分もう残るんすね。今明日にチェンコ送ったから、うん、いいじゃん。お前でけえな。お前ですか。お前スケールでけえわ。ありがとうございます。既読つかないですけど大丈夫ですか。今写メ撮ってる。ああ今写メ撮ってる、はい。顔残すのやめてもらっていいですか。これいやこれがいいんだって、うん、ほら比較できるから。顔と、うん、ああこういう感じだったよ。ああああ来た来た。ちょ夜中だ。わざわざ見てるね。あんま変わんない。嘘見せない。なんで俺に見せねえんだよ。絶対見せねえ。なんでだよ。おかしいだろ。マジか。俺に見せろよ。かわいい。え、多分かわいい。多分って何。ちょ見せろよ。わかんねえから。え、じゃパッと見。パッと見。パッとじゃなくて。お、いや、あ、かわいいじゃん。え、いや、かわいいじゃん。いや、もういい。いや、かわいいじゃん。かわいいと思う。絶対かわいいよ。うん、絶対かわいい。ちょもう一回見せて。うん、かわいいじゃん。うん、いや、多分かわいいよ。アップにしてるもんね。お菓子食いすぎるだけだ。これ絶対さらしたらダメだよ、お前。うん、俺にはお菓子。あ、かわいいじゃん。うん、もういい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 。なんで俺に見せないんだ。そう、男じゃないですか。いや、男じゃないですか。狙われるし。狙わねえわ、彼女いるわ。ああ。じゃあ見せろよ。俺でもすげえ、なんか、ここで既読ついてるのすげえ。かわいいじゃん。携帯しまえ、はい、腹立つわ。明けおめ初見さんいらっしゃい。じゃあそろそろ僕らは寝ます。皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。じゃあ今年もよろしくね。みんなフォローしてくれた人ありがとね。お疲れ様。明日もお疲れ。えってなんだよ。えって何。もう眠そうじゃん。いや、おやすみ。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。